どうも、こんにちは、近藤裕樹です。今日はタイトル通りですが、 α7R3 と α7R4 は今、この世の中にありますが、 α7R3 を持ってる人からすると、 α7R4 に、を買い替えたいなと思ってる人多分多いと思います。僕もそうでした。で、実際、僕は R4 を、つい最近買いました。発売からもう10ヶ月経ってるんですが、キャッシュバックキャンペーンがあったので、ちょっとそれに合わせて、買ってしまいました。で、なぜ結局買ってしまったかっていう理由を、お話ししたいなと思います。はい、ちょっとこのアングルで撮らせてもらいます。ちょっとこんな画角で感じで撮ってる人なんてめったにいないと思うんですが、ちょっとこれでやらせてください。はい、で、α7R4 と、R3、こっちが R4 でこっちが R3 ですね。で、僕がなぜ、α7R4 を、買ったかというと、まあキャッシュバックキャンペーンが始まったっていうのもあったんですが、ずっとね買い替えたいなと思っていたんです。で、それの主な理由はですね、リアルタイムトラッキングという機能があります、ソニーのね、カメラには。で、α9 で、初めて僕はそれを体感して、使ってたんですが、非常に便利です。人撮影もそうですし、お花の撮影するときも非常に便利ですし、野鳥とか鳥とか動物とか撮るときにも非常に便利です。ずっと追っかけてくれるんで、その被写体にね。それがすごく欲しかったんですよね。で、α7R3 は、いろんなファームアップデート出てたんですが、それは実装されませんでした。まあ多分内部のね、の機械のあれだと思うんで、それが難しいだと思うんですよね。で、R4 に限っては、リアルタイムトラッキングが続いています。なので、それがあるから買い替えたというのが主な理由です。あとはですね、オートフォーカスの測距点が、確か568かな6かな、が α7R4 にあるんですけど、 R3 に関しては、360ちょいだったっけな、なんですよね。まあもちろん360なんでも全然広いんですが、やっぱり560とか α9 みたいに690とかね、ほぼね、画面いっぱい測距点がいっぱいあると何かとやっぱ便利なんですよね。で、 α7-3 だと、ああなんでここでフォーカスがないんだっていうのがね、多々あったんですよね。動く撮影に関しては。なので制約されてしまうんですよね、構図とかにね、構図というかシチュエーションでね。ただ α7R4 に限っては、少し、広くなったっていうのと、やっぱ何回も言うけどリアルタイムトラッキングがついたっていうのが、大きな理由です。あとはやっぱり、画素数ですよね。α4 が、6100万画素で、 R3 が4240万かな、ちゃんと言えば4200万画素ですね、なんですよね。で、どっちもね、正直もう余るぐらいの画素数ではあります。非常に、高画素であるし、本当にカリカリに、カリカリなレンズだともうすごく細かいところまで描写してくれます。ただ、R4 は6100万画素で APS-C モードっていうのが、まあ、ソニーのカメラあるんですけど、それを使うと R4 は、2400万画素残ります。これはだいぶすごく魅力的だなというのがあります。で、R4 で、R4 の APS-C モードだと、さっき言った AF のオートフォーカスの測距点が 100% カバーできるということが分かったので、それはすごいなと思って、R4 を購入したということになります。それが理由ですね。はい。で、R3 じゃダメなカメラかっていうと、そうでもなく、本当に R3 もいいカメラだと、未だに今も思ってます。画素数も4200万画素って十分ありますし、まあ、ダイナミックレンジもすごく広いですし、本当にね、いいカメラだと思ってます。だからこれとこれを、R3 と R4 どっち買うかっていう悩んでる人もたくさんいると思います。だから、僕の観点で言えば、ファイルサイズが重くなるので、パソコンのスペックがね、結構必要になってきます。まあ、メモリは最低限16から32は必要だと思うし、まあ、CPU だったりグラフィックボードだったり、まあ、SSD だったり、もう本当にパソコンのスペックもね、
結構上げていかないと、現像の時に耐えきれないかなと思います。まあ JPEG 取って出しの人であればそこまでではないかもしれないですが、それでもファイルサイズはめちゃくちゃ重くなってくるので、それをちょっと避けたいなっていうのであれば、やっぱり R3 で全然十分だと思います。本当にね、4200万画素でも全然十分綺麗に撮れます。はい。でじゃあそれ以外はっていうと、やっぱりまあフォーカスの機能が高くなった R4 を購入されるといいかと思います。まあ、リアルタイムトラッキングもあるしね、が即拠点も増えているし、うん、やっぱりそういうところかなと思います。ちょっと僕比較はできてないですが、 α9 と α7R4 どっちが食いつきがいいのかななんてちょっと個人的にも思っていますが、多分 α9 とかの方がまだ食いつきが、R4 の方が最新機種であるけど、9とかの方が多分食いつきのとかね、はまだいいのかなと思っていますが、まあちょっといろいろね、これから触ってテストしたいなと思っています。まあ多分問題なく使えるのかなと思っていますが、まあ、すごく速いやつとか追っかけられないとは思うけれど、ある程度のものなら全然追っかけてくれるのかなと思っています。まあ、まだちょっと購入して1週間か10日ぐらいしか経ってないので、ちょっとまだできてないんですが、これからは楽しみだなと思います。どうでしょう皆さん、多分これね、この2機種で、悩んでる人、もしくは R4 に買い替える理由、買い替えたいなと思ってる人いると思います。まあ、今回はちょっとやらなかったんですが、まあノイズのね、違いとか、試してみたいなと思うんですが、推測ではほとんど変わらないと思います。もちろん重箱をつつくような感じであれば、ちょっとの差はあるのかなと思いますが、すごく大きな差があるかって言ったらそうではないかなと思っています。カリカリに描写してくれるレンズと言ったらいいのかな、解像度があるレンズではないと、この R4 の、6100万画素の進化を発揮できないというのが、書いてありましたね。確かにそれはあるかなと思います。今ちょっとね、 135mm とかで R4 撮ってみたんですが、 135mm に関しては本当にやばいぐらい、改造しました。皆さんどうですかね、悩んでる方いるかなと思います。まあこの2つでね、だから R4 にしたからって写真が大きく変わるかって言ったら、そんな大きくは変わらないと思います。もちろんね、工房筆は選ばずだと思うので、とにかく今あるカメラでね、とにかくいっぱい写真を撮って、いろんな写真家の人たちのいろんな写真を見て、まあ、鍛えていくしかないのかなというふうには思っています。ただ、そういった便利な機能を求めて、またいい写真が撮れるのかなとも思っていますので、そうですね、そこら辺に重きに置いてる人は R4 を買ってもいいのかなと思います。R3 でも十分いいカメラです。何回も言うけど、どっちもいいカメラです。はいはい、そんな感じで本当にね、悩ませてくれるなソニーさんって感じですが、はい、まあ僕はそういった理由で R4 を買いました。なんかね、質問とか、あれば、コメント書いてくださると嬉しいのかなと思いますし、また、R4 を買い替えた理由、 R3 から R4 を買い替えたっていう人がいたら、どういう理由で買い替えたかっていうのもちょっと僕に教えてもらえると嬉しいなと思います。僕も参考にしたいなと思いますし、はい、で R3 と R4 どっち買おうかなって悩んでる人いるかなと思いますし、そういう悩みもコメントに書いてくださると僕も目通せるので、見たいなと思いますので、答えれる範囲だったら答えないたいなと思っています。はい、そんな感じで、今日の動画終わりたいと思います。こんな格好ですいません。ちょっと今お部屋を片付けていてですね。こんな格好で撮らせてもらいました。まあ、ある意味貴重な構図かなと思っています、ね。はい、そんな感じで、今日の動画終わりたいと思います。それではまた、次の動画はいつかなという感じで、近いうち、アップしたいと思います。FE12mm の、24mm の F2.8 を購入したので、それが届き次第ちょっとまたアップできたらなと思っています。では、その時までさよなら、さよなら、さよなら。懐かしい人出ちゃった。はい、ありがとうございます。